おう。後世に残るね、4点を。お、マリサやった。コメント来てた。隠しトマトの先にさらに隠し通路があるよ。結論、効率的には何の問題もないんだよね。逆にどこ定食してるのか聞いてよろしいか。ある、本当にある。これてか、似たようなステージ夢の泉にあるって前回も言ってたじゃんか。そこにも上の方に裏中ボスルートあったじゃん。あー、あったよー。これは言われないとわかんなかった。おかしいな、めちゃくちゃ探しまくってるんだけどな。お前の隠しルート山間ほぼ100で外してるから信用できんじゃん。着眼点は20丸だろうが。突き当たりに宝箱か。このまま下に行くと戻っちゃいそうだな。あ、なんか怪しい小窓が開いてるぞ。これはきっと入れるに違いない。すごいおしゃれな小部屋だ。これいいな。マンションの一角なんだろうか。ワープスターで進んでいくのな。こっちのルートだと橋の上エリアなのか。すげえな、夢の泉みたいに暗転挟んで小部屋巡ってく感じかと思ったが、ほぼ地続きな演出だって。裏中ボスは2体同時なのね。 3D 空間だと2体ボスって結構難易度高いんだって前回思い知らされたぞ。と思ったけど、1人ガン盾戦法だったから苦戦しなかったわ。倒したら横の扉が開いて、ギミック部屋は下の階層と変わらないか。きついな、スワロリーナ2体は。体当たり系の能力は相性特に良くないな。ワイルドボンカースみたいに。ワイルドフロストは1体なのか。下で2体戦ったからここはボーナスだな。お前しかもチャットまでいるぞ。いてってしてんな。あ、すっごいカービィやってる感じする。やってんだよカービィ。じゃあ鬱陶しい。これ土の中戻せる。車チャレーンジ。マリサいけるか。タイムアタックだぞ。ああ、任せろ。エンジン吹かしすぎて何言ってるかわかんないよ。コンベアの床の上をダッシュで駆け抜けていくぞ。絶妙に足が取られるが、正直言う、私はこれが得意だ。得意ならそのショートカット決めてほしかった。大丈夫だ霊夢、この類のコースはショートカットを一つ逃しても大丈夫な設計になっている。十分間に合うぞ。得意ならそのショートカット決めてほ。最後の連続ジャンプだけは華麗に決めていくな。ショートかっこいい、ショートかっこいい、ショートかっこいい。どこ行くね。私にお任せよマリアンヌ。いつから我レスター諸行同盟に。ついに磨かれた運転技術が披露される時が来たわ。これ後世に残るね運転を。しゃあ、アホほど時間かかったぞ。アイスチャレンジ。氷の道を追い風に押されながらダッシュで駆け抜けていく。怖いな。追い風を受けながら滑るって、そんな勢いで滑られたら突っ込みでも処理できないよな。なんでやなんでやねん、ごめんごめんって。で取れないと来たもんさね。はあ、駆け抜けていく、駆け抜ける。やべっ、壊せなかった。でも余裕。さてそろそろ現実逃避終わったんじゃない。ちょっと待ってくれるか。先にフロストアイスだけでも。そんなにやりたくないんですね。お前やったことあるか。記録保持者です。マジかよ畜生が。この帽子かわいいわ。グッズ化されませんかね。はあ、そんな露骨にしんどいものなのかね。さあさあ楽しい新作ゲームコロコロ玉コロカービィが遊べるよ。よかったらカービィさんも遊んでいってくださいね。あ、もう絶対ジャイロ操作のやつだこれ。コロコロカービィは好きですごくやってた。あれは手元と画面が近かったからまだやりやすかったんだよ。でもジャイロ操作のあの絶妙な繋がってない感がすごい苦手で、加えて元からこういうタイプのパズル苦手だしよ。でもほらまだこのくらいなら。終わるわけないだろこの難易度でよ。ふんぬふんぬふんぬ。あ、そのまま落ちて。おお、島津は一つクリア。このくらいならまだ余裕ね。見ろほらお前二つだぞ。二つ穴に入れなきゃいけないってなんだよ。二つ入れたらどうなんだよ。クリアなんだよ。ジャイロ操作って本当に苦手でさ。スプラもジャイロあるじゃない。どうしても馴染まなかったんだ。障害スティックイジイジしてるぜからはなかなかきついもんがあるぜ。あんた体動いてるわよ。これは動くって。ほら、行け、行け、行け。いい感じに壁で止めてくれるステージ設計でよかった。あれ意外と、往年のサブゲームならレベル3で終わりだから。見ろお前ブレイブメンロードじゃねえか完全にさ。まずチーズの部分あるだろ。少し座れるから大きく回ってよ。でここに択で上の方が早く進めるからそっち行く。チーヌー。身の丈に合った道を選べよ。曲がりくねった遠い回り道でも必ずゴールにたどり着け。チーヌー。よーし、ここは抜けれそうだな。でここよ問題は、もう何も私を守ってくれない。でも勢いさえあればなんとかなりそうだ。チーヌー。うわ、そこでミスるんかい。霊夢やめろ。霊夢、霊夢さちょ。お前プレイ中に脇腹つつくのは反則さ。してねえ、なーんもしてねえ。うん。じゃあ、おお、いいじゃんいいじゃんか。思ったより全然苦戦しなかったじゃないのさ。あー、本当によかった。すべてをクリアしたカービィさんに挑戦状です。激ムズ玉コロ作っちゃいました。何してんだ体脂肪がこの野郎。なるほどまだ上があったのね。でフィギュアもらったでおい。とりあえずはこれでクリアではあるのかな。でもさ、追われるわけないじゃんここで。追われるわけないじゃんか。やるよやらいいんだろ。アウトゾーンが広がったのな。ゴルドーに当たったら一発アウトなんだろ。回避してやるよチッキショー。あ、全然余裕だったわー。チチマリニャ玉コロ余裕。ねえ、あんた心折れかけて別のとこ行こうとしてたわよね。そんなことないです。本当に20秒間違ってないよね時間設定。チーヌーチーヌー。あ、いけるマリサ、あと4秒。おう。
歩前やったな。ごめん気持ちよすぎてついちょっとすまん。難易度1個飛ばしていいか。最大難易度からやるの。視力尽くして2個目クリアした後もっとヤバいの残ってるのが耐えられない。美味しいもの後に取っとくタイプだ。チーヌーうわーもうやだー。もうこの時点でやりたくない。あ、ショートかいけそうだこれ。チーヌチーヌチーヌ。それは違うじゃん霊夢。チーヌただクリアするだけならいい。30秒って霊夢のバク本当に30秒。サブリミナルディス入れたよね今。入れてない入れてない。チン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 ここまでは余裕持ってこれるようになった。残り5秒でこの辺を決める方法。ここまで来たらもう思い切りしかない。行くしか。な。うん。さあ、ごめんごめんごめん。ディスから見てなかった。おお、20回くらいミスったとこから見てなかった。せーんめいこの野郎ほぼ最初からじゃねえか。この指定されたタイムって本当にちゃんとやったのかな。制作者がマジでたまたま取れたまぐれタイムとかじゃないよな。そんなもんまかり通るわけないだろ。ここね、攻めない。下のくねった道通っても上までは余裕持ってける。ゴルドー自体はあんまり脅威にはならないわね。どっちかってっと時間だな。確かにミス判定大きくはなってるけどルーチンにはめればゴルドーはちょうど当たらないような位置に来るようになってるし。時間発表、超慣れちまったんだよ。3桁思考はよ、ここだよ最後のここだよ最後のここだよ。落ち着け。おーマリサやった。今回も勝利の要因ですか。いやまあそれは諦めない心ですかね。一番大事なことですよね。必ずやればできるんだっていうそのじゃああと星2のノルマ達成ね。そう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 ねえねえ。もう今日は頑張ったぜ。最終回なんじゃないかってくらい編集決めたぞこれ。だってあんたが大きい山を最初にやっちゃうからでしょうが。あこれ私先般になってる。チーヌあれすごい早く行けたー。星3で慣れすぎたんだろう。動きによう確実に上手くなってしまった。よーしクリア自体も目標タイム突破も OK だな。さすがに取るわ。まさか、すべての激ムズをクリアしてしまうとは、あっぱれです。世界を冒険するほどのカービィさんには朝飯前だったのかもしれませんね。それではすべての激ムズをクリアした景品としてこのレアストーンを差し上げます。もっとくれてもいいんだぞ。何個欲しかった ?4360 万個くらい。やめとけどっかになくすから。バンワードが後ろで見てたのか。ここの写真も揃ってきたな。マジで行くの。もう今日だけでボス6体は倒してるからね。これ以上はボスの過剰摂取でマリサ倒れちゃうよ。いやーごっつい白だでおい。フリガーニャとか雪の女王とかいそう。まさかのボスなんですって。なんか意外なキャラなんですかね。初見ボスでドリル、いけるかな。これ旗から見ててもわかるわ。絶対攻撃系能力じゃないわよね。ウィングとかジェットとか移動系と見せかけた凶悪なパワー持ったタイプだったりするのかな。ウホッテッケー。白っていうか作りかけの境界基礎とか足場とかそのまんまだな。ウェストミンスター大聖堂がモデルかこれ。あれ内装が未完成の聖堂だっけ。ちょっとこじつけが過ぎたかな。目立つ位置にステンドグラスあるから聖堂っぽいかも。いやしーりーあーいー旦那、来ていたんですね。デデデガはドルの誘拐を指示してたんかね。いやーあの大王だよ操られてるに決まっとろうもん。そうだよな洗脳入門だもんな。あれ、取った?64 の時みたいな造形になったわね。あの時首がないからマジで三角だったよな。基礎的な動きは変わっていなさそうかな。これくぐってたら効かないんじゃなくって。おいお前天才か?あ、ダメだったわ。面白いな 3D 空間でデデデと戦うの。というかメタナイトもそうだけど見知ったキャラたちがどう変わったのか確認するのが楽しい。新しい環境になったポケモンとか楽しい。マリニャ、大型アップで、好き。なんかスローになると蹴取られたみたいになって面白いな。さあドリル使いにくい。一番火力出るのグラウンドオンか。そうだとしてもセッティングに時間がかかりすぎる。単純に手数不足になるのきついぜ。じゃじゃらっせー。さあ鉛筆捨てたー。肌に合わねえ申し訳ない。どれくらい合わない。いつも使わない化粧水でパリっちゃうくらい。あーそれは合わないわ。すっぴんで大王ってのも味があるな。第二形態は結構大きくパターン変えてきそうよ。相変わらずハンマー捨ててから強そうだ。斧持ってきた時強すぎて驚いたぞ。あれなんであんなに強かったんでしょうね。なんだろう、ハンマーと同じ振り方ほとんどしてこなかったからかな。いただきました。規模でかい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 。これ衝撃波。今まで氷使ったことあったっけ。いやちょっと記憶にござらんかも。ビースト化することで使えるのか。なんでビースト化って野生を引き出すとか眠ってるパワー呼び起こしたりするんじゃないの。それでなんで氷よ。あ、そうかペンギンだこいつ。まあ氷使ってもおかしくないのか。よかったじゃんかデデデ、本質を引き出してもらえたんじゃないか。つくづく自分で戦う時より何か使ったり何かに使われた方が輝くの面白いキャラだわ。なんていうか、ポテンシャルはあるんだけど不器用なのは愛嬌だよな。よしカウンター鬼殺し決められそう。
ちょっと正直、初見での読みにくさ一番だったぞ。あんた体力バフ飲んでなかったらやられてるわよこれ。オートサーチボムですって。オーボムも最終進化かな。へえ、リンゴダイル。リンゴダイル。それペンギンが乗っかる側だ。ノーダメージ少し工夫し、なんか普通に動き出したわ。アップ後ろ後ろ。これでいいのかな。びっくりした。いやいや、発令切り下げ可愛いの好きだろうけどもが。熱量のさ、お前そんなに好きだったのか。最近ハマり出しましたけど何か。おいおい、どっち持ってくんだ。エフィリン持ってってどうするんだ。あいつ今んとこ一緒に踊ってくれる子って印象だけだぞ。冒頭から追われてたんだから何か理由はあるでしょ。デデデが出てきたのと雪ステージだからってので勝手に終盤かと思い込んでたけどまだそこそこつ。霊夢。あー。うわ、限界化してる気も。